どうも、ワックス鈴木です。私は本日、埼玉県ですね、所沢、所沢の駅から徒歩3分ぐらいのところにございます大衆居酒屋だるまさんというところに来ております。店内はね、ソーシャルディスタンスを守りながら賑わっているような感じなんですけれども、なんと今回、こちら大衆居酒屋だるまさんで新しくチャレンジメニューを作られたということで、今からチャレンジしたいんですけれども、まあすごいです。はい。で、今回その前にですね、ちょっとお伝えしたいことは、こちらね、大衆居酒屋だるまさん、なんとドレッシングの通販をやってましてですね、こちらリンゴドレッシングというものなんですけども、僕ちょっとね、リンゴアレルギーなんで食べれないんですけれど、これがどうやらめちゃめちゃ売れてるらしいということで、自家製のリンゴを使ったドレッシング1本、200ml680円、税別で売られてるという、こちらもし気になった方は概要欄に詳細貼らせていただきますので、チェックしてみてください。よろしくお願いします。それでは新規症状といきますか。では今回、僕が、対戦する相手はこちら、ドーン。こちら、名前なんていうんですか、これ。はい。正直言っていいですか、これを、打ち合わせの時に名前どうしようかって決めきれてない状態だったんですよ。で、今、俺、無茶ぶりで店長に振ってるだけなんです。店長、これ名前なんていうんですか。ダルマックス。皆さん、今決まりました。ダルマックスでございます。で、総重量 4.5 キロで、下がお米、上にハンバーグと、あと唐揚げが25個、上は乗ってるという感じなんですけれども、制限時間60分で食べきることができれば、料金無料と。これ食べきれなかったらおいくらですか。5000円のお支払いって要予約ですよね。あ、しました。で、ちなみにこちらだるま定食っていう定食があって、それにはね、ハンバーグですとかソーセージ、鶏の唐揚げとか乗ってるデカ盛り、プチデカ盛りっぽい定食があるんですよ。980円の税込みなんですけども、そこに主に乗ってるものがメインで入ってる感じ。長々と喋ってもあれなんだ、早速始めましょう。すいません、食べました。準備できましたので、5秒前ぐらいからカウントダウンの合図をお願いいたします。いつでも OK でございます。はい、5秒前、はい、4、3、所沢2、だるま、スタート。だるまックスと、はい、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。で、まずはなんか唐揚げが、ね、結構売りらしいので、ちょっとだけ余裕ないんで、ちょっと軽くですけどレポ、まあでかいっす、連写してでかい。いただきます。味付けはかなりしっかりされてる。これお醤油なのかな、味付けベースは。で、あの衣がね、あんまない感じというか、なんか素揚げに近い感じの唐揚げなので、食べ応えと歯応えがすごいし、ただ肉汁はめちゃめちゃあるんだけど、でもこれ結構きついかもしれない。これきついな。食感は皮はパリって感じ、中はジューシーって感じだな。これがハンバーグですね。おろしが重い。重い。鬼おろしっぽいのがまた、ちょっとごめんなさいね、あまりに重いんで、ちょっと手使っちゃってごめんなさい。これハンバーグでかい。で、肉汁がもう表面から溢れてる感じ。でかすぎる、これ。いただきます。肉汁ジューシーゲストは、ただマジででかくて重いです。うん、あとポテサラか。うん、上にかかって黒胡椒がいい感じですね。それでは、しょっぱなからカットもしたいと思います。
めっちゃくちゃ苦いマジで。これ唐揚げ5個入ってこのハンバーガーにソーセージポテサラレタスでこれダルマティシュの清さしんとこれやばくね。これ一応生で食べ終わりますよ。1個はまたジューシあの表面が鶏皮のパリパリのやつあるじゃないですか。あのおつまみレベルってパリパリしてる。鶏皮せんべいぐらいパリパリしますマジで。これこれ気をつけて食べないと口の中余裕で怪我しますね。それぐらいパリパリ、中はジューシーなんですよ、ふっくらしてるんですけど。気をつけないといけないね。マジで落ちたらおぼつかないですけど、ごめんなさいね、ちょっと。でも、重いって。
るすごいですけど、これ本当普通の唐揚げって思わない方がいいです、マジで。見たいからしょう。ごめんね、ボックスだわ。
Thank you.
ありがとう。やばい。ありがとう。このチャレンジメニューは
4.5 キロですけど、普通の 4.5 キロって思わない方がいい、絶対これ。これ、本当に、多分ですけど、これ1時間あってとしても、これ結構チャレンジ、クリアできてかけられるんじゃないかなってぐらい、かなり強力なチャレンジでした。高い山に登りたい方がいらっしゃいましたら、ぜひともチャレンジしていただければなと思うんですけれども、これ本当 4.5 って思わない方がいいと思います。多分6キロオーバーぐらい考えた方がいいと思います。辛さはそんな感じの、ダルバックスチャレンジでした。攻略はね、やっぱ肉っすね。唐揚げは本当鶏皮せんべいぐらい皮は硬いです。ただ中はジューシーです。なんですけど、食感は相当きつい。で、ハンバーグもあったかじゃないですけど、だんだん熱がこう冷めてくるとジューシーだけど、やっぱりちょっと弾力ってのは出てくるので、そこをどう攻略するかで変わってくると思います。いかにこれを使わないかっていうのがポイントだと思うんですけど、これ結構多分水使っちゃうと思います。これマジで気をつけたんだ、ほんとやるかな、気をつけた、ほんとに気をつけて。What you think?